阪神止まらぬ8連勝直前直後の阪神ファンの反応。9回はザキだろうけどめっちゃ楽な打順になったぞ。あっさり抑えてくれよマジで。ザキは危ないなりに失敗率は低いタイプだから。今日8球浮いてないからいけるかね。ストレートで詰まらせたか、調子戻ってるんか。まっすぐいいな、こりゃとどめ刺しちまったな。あと一人勝ったで。やっぱり岩崎は休養さえあれば大丈夫。ストレートが浮くよりスライダーが切れてない日はダメ。今日は完璧。勝ったで。でも広島勝ったから2位か。勝ったで。8連勝レイス9連敗なんか普通に終わってよかった。トラホー止まらん連勝止まらん連敗。満潮微動だにしてなくてくさ。村上横浜戦初勝利。いや久しぶりに心臓止まった試合だったわ。リリーフのニューカマー出てこんかな。8連勝で2位浮上や。岩崎よかった。お休み必要ね。何かあったら明日はりゃね。村上レイス戦初勝利おめでとう。番長の負けインタビューが見られるんか。切ない。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。